ほい、じゃあ続きやっていきます。あ、ちょっと待ってね。ほい、続きやっていきます。パピルス、デートしに戻ってきたな。どうやら本気らしいな。とっておきの場所へ連れて行かねばならん。よく行く場所だ。あ、連れてってくれんの？あ、あの海辺のところかな。じゃないわ、思ってたとこと違う。どこだよ。何、ここを徘徊してるだけなの？俺様の家、なんでずれたんだよ。なんかめちゃくちゃいろいろ出てるけど。兄ちゃんのペットロック、ペットロックってなんだ？あ、何、石をペットにしてんの？チョコスプレーがまぶしてある。うわ、なんだここ。見ろ、流しを高くしてみたんだ。下に骨をたくさん入れれるからな。あ、かわいい。てん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 てれてん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 。音楽かわいい。もう兄ちゃん、俺様の日常に BGM をつけるのやめて。面白い。食料事情に興味があるんだぜ。美食家の俺が日頃何を食べているか。スパゲティと書かれた入れ物で埋まっているポテトチップスの空袋が一つ。捨てろや。外食ばかりだけど最近オーブンで何か作ったんだ。キッシュみたいだったけど、謎のフィリングが詰まっていたり、すごい変な料理だった。なんだろう、パイかな。普通にパイ皿が入ってる。普通のパイじゃねそれ。テレビ、めちゃくちゃでかいテレビ。大好きなクイズ番組。新番組開始までしばらくお待ちください。メタ放送。もっと面白いのに。今日の放送たまたま出来が良くなかった。何この、あの、何も映ってない状態のやつ。ジャラジャラ音がする。クッションの間に小銭がたくさん挟まっている。何、ここにあの小銭投げてお祈りすると願いが叶うの。20ゴールド、あ、もらっていいの？汚れた靴下だ。メモがたくさんついている。兄ちゃん、靴下拾ってよ。おーい、拾ってまた一緒に。おーい、5センチ動かしてどうするの。もう言うこと聞く気ないじゃん。部屋にしまえよ。なんか本がある。ジョークの本だ。中を見てみよう。量子物理学の本が入ってる。量子物理学の本の中に別のジョークの本が入ってる。なんだなんだこの的量子化システム、やめろ。これ以上見るのはやめた。風光明媚なマイホームへようこそ。難しい単語知ってるじゃん。ここは何、入っちゃダメなの？俺様の部屋だ。家の中を一通り見終わったなら部屋に入ってデートっぽいことをするか。ちょっと待って、隣の兄ちゃんの名画だ。人生において何が大切か思い出させてくれる。兄ちゃんは鍵がかかってる。サンズは部屋見せてくんないんだな。じゃあ行こうか。いいよ、じゃあ入ろう入ろう。遊ぼうよ。デートって好きなの？なんかちゃんとしたいい部屋だね。貴様への攻撃に使った俺だ。ふざけんなよ。さっきのことだけど、そうね、ついさっきだったね。ネットで有名人だ。12人でフォロワーがついに2桁に突入する。あ、もう8人もフォロワーいるんだ。有名勢に悩まされることもある。嵐に遭う。なんで8人しかフォロワーいないのに荒らされてんだよ。寒いダジャレを送ってくるやつもいて、おい、隣に犯人いるぞそれ。押し入れにお化けはいないよ。時々俺様が入るだけ。覗いてみよう。洋服はきちんと整頓されている。なんかすごいちゃんとしてるやつだな。こだわる人のパズル制作講座上級編。ふわふわうさちゃんといないいないわ。ドキってなる。ん？あ、なるほどね。その旗いいでしょ。アンダインが海辺で見つけたんだ。これ海賊旗じゃない？ガチの海賊旗じゃん。どうして人間の旗に生かしたスケルトンが描かれてるのは謎だ。人間はスケルトンの子孫に違いない。子孫というかもうもろだけどね。中に入ってくから。アクションフィギュア、全部犬じゃないこれ。戦術を考えるとき参考になる。それはなんかあれだな、アイシールドのヒルマみたいなことしてる。もらったの？驚くのが好きなやつにな。あー、何、お兄ちゃんがフィギュアくれたんだ。サンタさんだ。違う。あ、そういうこと。お兄ちゃん絶対サンタでしょ。俺様のベッド、地上に出られたらハイウェイをドライブしてみたいな。一緒にしようよ。外に出れたら夢物語。寝てる間にドライブするんだ。ああ、なんか切なみがあるな。いいもん見たわ。じゃあ先進みましょうかね。よいしょ。いや、こっからちょっとね、なんか霧が深くなる演出がちょっと
と不安な不安を駆られるところではありますが、この先歩いてって良さそうだね。なんか地下通路みたいになった。絶対そんなんじゃなかったのに。なんか落ちてる。ゴミ？なんだろう、結晶かな。おいおい、まだサンズいるのかい。ボス、お前もこっそり街を抜け出してあの人に会いに行くのか。超絶かっこいいもんな。誰誰誰誰、父ちゃん母ちゃんには俺がここにいたことないしょな。エコーフラワー、話しかけると最後に聞いた言葉を繰り返す。へー、エコーフラワー、なんか最後に話しかける技で使うのかな。セーブと。よし、どうかしたか。おいら仕事を掛け持ちしてんのさ。休憩時間も2倍。何、ポジティブすぎるでしょ。仕事時間も2倍だぞ。グリルビーズに行くけど来るかい。え、行こうかな。しょうがない、仕事を切り上げていくか。こっちだよ。おいら近道知ってんだ。グリルビーズ、ほらもう着いた。みんなお疲れ。チッス、サンズ元気さ。サンズ調子はどうだい。わ、めちゃくちゃ人気もんじゃん。サンズ、朝飯食いに行ったばっかりじゃない。最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。食いすぎ。ブランチならさっき食いに来て。何、大受けしてる。すげえ。席を選ぶときは気をつけな。ブーブークッションを仕掛けたりするからな。今もうあのブーブークッションのブって音だったらまだいいんだけど、もう完全にこう下痢の時のもうあのジュブブブブブの汚ねえ方が。ポテトとバーガー、え、怒ってくれんのかな。じゃあバーガー食べたい。あー、いいね。バーガー2つ頼むぜ。あ、裏で作るんだ。ところでさ、あんたどう思う。パピリス、いや、イケてるよ。当然だな。あのコスチュームを着ればイケてるスタイルになれる。あれを、ん？あれを脱がないからな。ちゃんと毎日洗ってるから。たまた、北のシャワー浴びてる。びちょびちょぞ。何これ？ハンバーガーか。飯が来たぜ。ケチャップかけるか？かけようかけよう。ボーン、あ、ん？ボーンナペティ、ん？あ、ごめんなさい、ちょっとそのギャグの意味がよく分かんなかったです。キャップが取れて ボトルの中身が全部お皿にこぼれた。鮮血みたいになってんじゃん。おいらの食えよ。ありがとう、食べさせてもらった。で、パピルスだけどさ、あいつが頑張り屋なのは認めるだろう。地道に努力してるしさ、ロイヤルのボスの家まで行ってメンバーにしてくれって頼んだんだぜ。それ家のあのドアの前にもう2日間ぐらいいたらしてくれるやつじゃん。相手にされなかった。夜遅かったからな。あ、何、ほどほどいい時間に行ったらいけるの。アポイント取ればいけたのか。朝まで家の、あ、本当に待ってるじゃん。やる気を買ってボスも訓練してやるって言ってくれた。めんどくさいから追い払いたかったんだね。そうそう、一つ聞きたいことがあったんだ。何？古畑任三郎。言葉を話す花って聞いたことあるかい？え、あいつかな？フラフィー？教えてやるよ。そいつはエコーフラワーっつって、あそこにあったやつか。沼地のあちこちに生えてる。その言葉を何度も繰り返すんだ。だからなんだって？パピルスがさ、変なことを言ってたんだ。一人でいると時々花が一年割れて話しかけてくるって。アドバイスをくれたり励ましてくれたり予言をしたりする。おかしいね。からかってる。でも一つの言葉しか喋らないんでしょ。頼んだぜ。結構ちゃんと真面目な話してたな。ギャグで落ちるのかと思ったら。さてと、ずいぶん長いとこ休憩しまった。あ、ごめんね、引き止めちゃって。金欠からお勘定頼ん、待って、バカ、そんなに払えるわけないでしょ。なんてな。今日もツケにしといてくれ。え、通るのかよ。本当にツケ払うんだろうか。何回言おうとしたけど忘れたからいいや。思い出せ。気になるやつだから。それ結局ハンバーガー食ってないじゃん。グリルビーももう何も考えずにいるし。なんか話す花、エコーフラワーがなんか今後関係してきそうな予感がしますね。いやー、骨二兄弟はいいやつだったな。じゃあこのまま、この後はじゃあ沼地に行くってことかね。いっぱいエコーフラワーが咲いていて、で喋る花、エコーフラワー以外にも喋る花、てか俺あったしね、フラフィー。フラフィーのこと言ってんのかな、喋る花のことって。わかんないけど。これがエコーフラワーね。
俺はエコーフラワーの説明をするためだけに存在している。絶対に秘密だ。秘密にしておくよ。よし、じゃあ先進もうか。行ってくるね。また一緒に飯でも食おうぜ。いいやつ。どうしよう、怖くなったら。異次元ボックスですと。一体何のために、箱に入っているアイテムは使えないのに。アンチボックス派より。アンチが湧いてる。うわ、これ石避けないとダメじゃん。いや、てかこっち回り道すればよくない。あ、エコーフラワー。あそこには絶対何かあった。落ちてくる水の裏側だ。なんかあんの。行くとぶつかっちゃうじゃん。行け、よいしょ。あれ、当たんないんだけど。あ、何、上から下に落ちてるだけか。滝の裏に隠しカメラ。怖い怖い怖い。なんで隠しカメラなんだよ。それはもうテンプレで言えば洞窟でしょうよ。隠しカメラ、隠しカメラまみれじゃん。え、他は何もないのか。落ちてくる水の裏側。これは支えてる橋のような役目だから。隠しカメラ以外は、隠しカメラ、こっちじゃないのかな、もしかして。上から、あ、こっちね、そういうことね。おーおーおー、そういうことか。はい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 、理解した。わかりました。ぶつかんないように行かなきゃいけないから、ワンツーワン、今ワンツーワンツーワンツー、オッケー。この裏側になんかあるっつったけど、裏側どうやって行くんだ。危ない危ない、ここ当たんないな。当たんないから。おお、あー、なんかあった、本当にあった。チュチュが落ちてる。どうする、拾う。チュチュって何。お風呂のチュチュ、チュチュって何。お風呂のチュチュ。インフォ、アーマーディフェンス10、ようやく手に入れた防御力の高いアーマー。10ってすごくない。じゃあ装備してみようか。待って、ステータスが今17でしょ。17でお昼の、お風呂のチュチュ110になるってことかな、これ。そうすると110だ、11になった。やった。これ武器新しいの欲しいな。あ、バビコがシングルになってる。勇ましいバンダナはまあ後で売るか。売れないのか。そうか、このついたり消えたりするこの謎システム何なんだろう。よし、お風呂のチュチュを手に入れたぞ。なんか影がついてる、怖い怖い怖い。あ、こっちはもう暗い、暗くなっていくぞってことか。なに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 、え、アンダイ隊長、今日の任務の報告に来ました。待って、さっきの電話で使えた人間のことなんですが、戦ったのかって。もちろん戦いました。実に勇敢に捕らえたのかって。その一生懸命頑張ったけど逃げられちゃって。人間の魂を取りに行く？アンダイン隊長、怖っ。別に殺さなくたって。だって。え、怒ってる。隊長怒ってるよ、これ。はい。全力で手伝います。友達だろ？え、やば。やば、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 やば。やばくない？やばい、やばい。うわ、槍！え、やばくない？死んじゃうんだけど。動かない方がいい？てか動けない。気のせいかみたいな。うわ、こいつめちゃくちゃ強そう。うわ、闇に消えてった。なんだよ、パピルスのリーダーっていうから。なんかすごい緩いのを想像してた。うわー、びっくりした。なあ、見たか、お前を見るアンダインの目。やべえよ、やべえよ。マジ最高じゃん。いいな。あんなに注目されてんの。行こうぜ、アンダインが悪いやつぶっ飛ばすとこ見に行こう。俺をぶっ飛ばすんだよな。大丈夫？転んじゃった。あ、全然強い子。それでも決意がみなぎった。アンダイン怖ー。マジか、超怖え。どうしよう、一回切りますか。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。